これより会議を開きます。内閣総理大臣から施政方針に関する演説、外務大臣から外交に関する演説、財務大臣から財政に関する演説、甘利国務大臣から経済に関する演説のため発言を求められております。順次これを許します。内閣総理大臣安倍晋三君。開国か攘夷か、150年前の日本はその方針すら決められませんでした。終わらない議論、曖昧な結論、そして責任の回避、滅びゆく徳川幕府を見て小栗公然助はこう嘆きました。一言もって国を滅ぼすべきものありや、どうかなろうという一言、これなり幕府が滅亡したるはこの一言なり、国民から負託を受けた私たち国会議員はどうにかなるではいけません。自分たちの手でどうにかする、現実を直視し解決策を示し、そして実行する、その大きな責任があります。経済成長、少子高齢化、厳しさを増す安全保障環境、この国会に求められていることは、こうした懸案に真正面から挑戦する、答えを出すことであります。批判だけに明け暮れ、対案を示さず、あとはどうにかなる、そういう態度は国民に対して誠に無責任であります。ぜひとも具体的な政策をぶつけ合い、建設的な議論を行おうではありませんか。私たち自由民主党と公明党の連立政権は決して逃げません。安定した政治基盤のもと、そしてこの3年間の大きな実績の上に、いかなる困難な課題にも果敢に挑戦してまいります。世界経済の不透明感が増しています。これまで力強く成長を牽引してきた新興国経済に弱さが見られます。21世紀に入って15年、安い労働力、緩い環境規制、より安く生産できる地を求め、新興国への投資が拡大しました。工業化は人々を豊かにし、新興国に大きなマーケットを生み出しました。しかし経済が成長すれば労働コストは上がる、公害も発生します。より安くを追い求めるデフレ型の経済成長にはおのずと限界があります。そのリスクが顕在化する前に、世界が目指すべき新しい成長軌道を作らねばなりません。イノベーションによって新しい付加価値を生み出し、持続的な成長を確保する、より安くではなくより良いに挑戦する、イノベーション型の経済成長へと転換しなければなりません。模倣、過酷な労働、環境への負荷、安かろう悪かろうは世界のマーケットから一掃すべきであります。21世紀にふさわしい経済ルールを世界へと広げる大いなる挑戦、 TPP はその最初の一歩であります。イノベーションを次々と生み出す社会へと変革する、その鍵は多様性であります。3人よれば文殊の知恵、多様性の中から新たなアイデアが生まれ、イノベーションが起こる、一億総活躍はそうした新しい経済社会システムを作る挑戦であります。自然との共存の中で育まれたおいしくて安全な日本の農産物、環境と調和し最大限の省エネを追求してきたメイドインジャパンの品質、日本は古来付加価値の高いものづくりを実践してきました。そのマインドを世界へと広げる、
日本のリーダーシップが求められています。伊勢神宮、美しい家、日本の美しい、日本の長い伝統や文化、豊かな自然を感じられる伊勢志摩の地で開く5月のサミットはその大きな舞台であります。基本的価値を共有する主要国のリーダーたちと世界経済の未来を論じ、新しい挑戦を始める、そのようなサミットにする決意であります。人口8億人、 GDP 3000兆円を超える巨大な経済圏、 TPP の誕生は我が国の GDP を14兆円押し上げ、80万人もの新しい雇用を生み出します。一方で TPP によって農業を続けることができなくなるのではなく、多くの農家の皆さんが不安を抱いておられます。美しい田園風景、伝統あるふるさと、助け合いの農村文化、日本が誇るこうした国柄をしっかりと守っていく安倍内閣の決意は決して揺らぐことはありません。米や麦、砂糖、でんぷん、牛肉、豚肉、そして乳製品、日本の農業を長らく支えてきた重要品目については関税撤廃の例外を確保いたしました。2年半にあたる粘り強い交渉によって国益にかなう最善の結果を得ることができました。さらに生産者の皆さんが安心して再生産に取り組むことができるよう、農業の体質強化と経営安定化のための万全の対策を講じます。北海道十勝の雄大な大地が育てた生乳は現在ソフトクリームの原料に加工され、輸出を大幅に増やしています。2020年までに農林水産物の輸出を1兆円に増やす、この目標を3年前に掲げたとき、無理だという声が上がりました。できないとも言われた。しかし輸出額は昨年7000億円規模に達し、その結果過去最高を3年連続で更新しました。1兆円目標も2020年より前倒しで達成いたします。おいしくて安全な日本の農産物にとって TPP はピンチではありません。世界に売り込む大きなチャンスであります。朝早く起き、額に汗して草を引き、精魂込めて作物をこしらえてきた農家の皆さんの手間暇がまっとうに評価されるようになる、それが TPP です。農産物の地理的表示をはじめ、投資、労働、環境など幅広い分野で透明で公正なルールが共有されます。日米両国が主導して良いものが良いと評価される経済ルールを世界へと広げる TPP はまさに国家100年の設計であります。その先には欧州との EPA、 インドや中国を含めた RCEP など自由で公正な経済圏をさらに拡大するため交渉を加速します。経済統合を大胆に進め、海外の活力を日本の成長へと取り込んでまいります。この機に農林水産業の付加価値をさらに高め、農業農村の所得倍増へ取り組みを加速します。夕張メロン、青森カシス、神戸ビーフ、農産物のブランド化を支援します。新たな加工品の開発など、6次産業化のチャレンジへの支援を強化してまいります。意欲ある担い手への農地集約を加速します。農地集積バンクに貸し付けられた農地への固定資産税を半減する一方、耕作放棄地への課税を強化します。大規模化、大規格化を進め、国際競争力を強化してまいります。攻めの農政のもと、40代以下の新規就農者が年間2万人を超え、
この8年間で最も多くなりました。きつい仕事だがやりがいがあります。和歌山で出会った若手林業者の言葉です。緑の雇用事業で家族と共に I ターンして11年、地域の林業を支える人材となりました。若者が将来に夢や希望を持てる農業へと改革する農政新時代を皆さん共に切り開いていこうではありませんか。TPP の下では技術移転を強制するような不当な要求が行われることは一切なくなります。石材さんも保護されます。高い技術力を持つ全国津々浦々の中小小規模事業者、中堅企業にとって TPP は大きなチャンスです。中小小規模事業者、中堅企業もまたグローバルな経営が求められる時代です。中小企業版の競争力強化法を制定します。海外も視野に入れた営業活動、高度な経営管理、そのための人材育成を支援します。生産性を高める設備投資については固定資産税を3年間半減する大胆な減税を行います。世界にネットワークを持つジェトロを中心に、企画段階から販路の開拓、商談までを一貫して支援する体制を構築してまいります。岩手から世界へ、震災を乗り越えた奇跡の醤油は昨年フランスへ輸出が始まりました。漁網を編む宮城・気仙沼の伝統は地元の女性たちによって手編みのセーターに生まれ変わりました。福島の土湯温泉では地熱エネルギーを利用して新しい産品や体験ツアーを開発し、にぎわいを取り戻そうとしています。新しい産業の芽が東北から次々と育っている。すでに25回を数えて被災地訪問の旅、地元の皆さんの復興への情熱を感じます。来年春までに計画の 85% に当たる2万5000戸の災害公営住宅が完成し、高台移転も7割で工事が完了する見込みです。この春ほぼ全ての漁港が復旧します。来年には全ての水産加工施設の再開を目指します。農地は8割が作税可能となる予定です。なりわいの復興も本格化し、復興は新たなステージへと入ります。今後5年間を復興創生期間と位置づけ、6兆5000億円の財源を確保し、被災地の自立につながる支援を行ってまいります。福島では来年春までに帰還困難区域を除く避難指示を解除し、一人でも多くの方にふるさとへと戻っていただけるよう、廃炉汚染水対策を着実に進め、中間貯蔵施設の建設と除染を一層加速し、生活インフラの復旧に全力で取り組んでまいります。明るい日差しが見えてきた大熊町では、復興拠点計画が動き出しました。植物工場、メガソーラー、復興は単なる復旧であってはならない、新しいものを作り出す、新しい可能性に挑戦するチャンスです。まさに地方創生の先駆けであります。被災地の皆さんのふるさとへの思い、復興への熱意を、これからも全力で応援してまいります。地方創生の原動力、それは地方の皆さんの情熱であります。本年3月までにほぼ全ての自治体で各地方の創生に向けた総合戦略が策定されます。自分たちの未来を自分たちの創意工夫で切り開く、地方の意欲的なチャレンジを自由度の高い地方創生交付金によって応援します。地方の発意による地方のための文献改革を進めます。自治体が地方版ハローワークを設置し、住民相談や企業支援と一体となった職業紹介が行われるようにします。アベノミクスによって来年度の地方税収は政権交代前から5兆円以上増加し、
過去最高となりました。この果実を全国津々浦々にお届けする消費税率引き上げ時に地方法人税を拡充し、地方に偏りがちな税収の再分配を行うことで、過疎に直面する地方にも財源をしっかりと確保してまいります。企業版のふるさと納税制度をスタートします。民間の力も大いに生かしながらダイナミックに地方創生を進めてまいります。安全で安心な暮らしを守るため、サイバー犯罪、サイバー攻撃への対策を強化します。高齢者を狙った悪質商法には規制を強化し、消費者の迅速な救済を図ります。規則違工事問題については再発防止に向け明確なルールを作り、適切な施工が行われる体制を整備します。先般のスキーバスの事故では、多くの未来ある若者たちの命が絶たれました。亡くなった方々のご冥福と、負傷された方々の一日も早い回復を心よりお祈りします。徹底して原因を究明し、平地を二度と繰り返さないため万全の対策を講じます。昨年も関東東北豪雨をはじめ自然災害が相次ぎました。堤防の強化対策、避難訓練の実施、的確な防災情報の提供など、全防災・減災対策に徹底して取り組み、国土強靭化を進めてまいります。リニア中央新幹線が本格着工しました。東京と大阪を1時間で結ぶ夢の超特急、最先端技術の結晶です。3月に北海道新幹線が開業します。札幌へと工事を続けます。九州新幹線も着実に長崎へと参ります。東京から富山、金沢を貫く北陸新幹線も敦賀へと延伸することにすることで、大阪へとつながる回廊が生まれます。大阪や東京が大きなハブとなって、北から南まで地方と津南をつないでいく地方創生回廊を作り上げ、全国を一つの経済圏に統合することで、地方に成長のチャンスを生み出してまいります。外国人観光客は3年連続で過去最高を更新し、政権交代前の2倍以上、1900万人を超えました。20年前、3兆円の赤字であった旅行収支は、55年ぶりに黒字となり、今年度は1兆円を超える黒字が見込まれます。次は3000万人、いや、さらなる高みを目指してまいります。戦略的なビザの緩和や、いわゆる民泊を拡大する規制改革を進めます。羽田空港の容量拡大に着手し、国内の税関や検疫、出入国管理の体制を一層拡充してまいります。沖縄・石垣港を訪れる大型クルーズ船は、この3年で2倍近くに増えました。町で石垣牛を食べ、お土産に黒糖を買う周辺の島へと足を伸ばす観光客もいて、島々が湧いています。2年後の供用開始に向け、新しい岸壁の整備を進めます。アジアとのハブである沖縄の成長の可能性を開花させるため、今年度を上回る予算を確保してまいります。免税店の数はこの1年で一気に3倍、3万店に増えました。さらなる手続きの簡素化、免税対象金額の引き下げを行い、年3兆円を上回る外国人観光客の旺盛な消費を、地方が誇るふるさと名物の拡大につなげてまいります。豊かな自然、文化や歴史、食など、地方にはそれぞれのオンリーワンがあります。それを付加価値へと変えることで、過疎化というマイナスの流れをプラスへと大きく転換する、町創生の実践に向かって、皆さん、共に挑戦しようではありませんか。新生への挑戦、探査機暁は5年前、
その挑戦に失敗しました。しかし崩せなかった。先月再チャレンジに成功しました。その投入軌道を2年半数万通りに及ぶ執念の計算から導き出したのは一人の女性研究者です。家族に感謝したい、そう語る広瀬千佳子さんはこの5年の間に結婚そして出産を経験し、育児休業を取得した後、再びプロジェクトに復帰し、成功の瞬間に立ち会いました。女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験した人も、障害や難病のある人も、誰もが活躍できる社会、その多様性の中から新たなアイデアが生まれ、イノベーションが湧き起こるはずです。一億総活躍への挑戦を始めます。最も重要な課題は一人一人の事情に応じた多様な働き方が可能な社会への変革、そしてワークライフバランスの確保であります。労働時間に確実的な枠をはめる従来の労働制度、社会の発想を大きく改めていかなければなりません。フレックスタイム制度を拡充します。専門性の高い仕事では時間ではなく成果で評価する新しい労働制度を選択できるようにします。時間外労働への割増賃金の引き上げなどにより長時間労働を抑制します。さらに年次有給休暇を確実に取得できるようにする仕組みを作り、働きすぎを防ぎます。女性が活躍できる社会づくりを加速します。妊娠や出産、育児休業などを理由とする上司や同僚による嫌がらせ、いわゆるマタハラの防止措置を事業者に義務付けます。男性による育児休業を積極的に促す、事業者には新しい助成金を創設します。障害者総合支援法を改正し、障害者の皆さんが自立した生活を送り、職場に定着、就業を継続できるよう、きめ細かな支援を行ってまいります。非正規雇用の皆さんの均衡待遇の確保に取り組みます。短時間労働者への被用者保険の適用を拡大します。正社員化や処遇改善を進める事業者へのキャリアアップ助成金を拡充します。契約社員でも原則1年以上働いていれば、育児休業や介護休業を取得できるようにします。さらに、本年取りまとめる日本一億総活躍プランでは、同一労働、同一賃金の実現に踏み込む考えであります。介護で自分の人生を犠牲にされたと思わずに済むような社会にしたい、そう訴える介護経験者の方の言葉が胸に刺されました。介護離職者は年間10万人を超えています。離職を機に高齢者と現役世代が共倒れする現実もあります。日本の大黒柱、団塊ジュニア世代が大量離職すれば経済社会は成り立ちません。介護離職ゼロという明確な目標を掲げ、現役世代の安心も確保する、その社会保障制度へと改革を進めてまいります。在宅介護の負担を軽減します。特別養護老人ホームや歳別付き高齢者住宅など、多様な介護の受け皿を2020年代初頭までに50万人分整備します。介護施設には首都圏などの国有地を安く提供いたします。介護福祉士をプロ出す学生には返還を免除する奨学金制度を充実します。一旦仕事を離れた人が復職する場合には再就職の準備金を支給します。あらゆる施策を総動員し、今後25万人の介護人材を確保してまいります。介護休業の分割取得を可能にし、休業中の給付を 40% から67% に引き上げます。所定外労働の免除、
短時間勤務などを可能とし、仕事と介護が両立できる社会を作り上げてまいります。高齢者の皆さんの7割近くが65歳を超えても働きたいと願っておられる、大変勇気づけられる数字です。高齢者も雇用保険の適用対象とし、再就職を支援するなど、多様な就労機会を提供します。さらに、日本一億総活躍プランでは、定年庁に積極的な企業への支援など、定年引き上げに向けた環境を整え、働きたいと願う高齢者の皆さんに道を開いてまいります。いつまでも元気で、その豊富な経験や知恵を与う限り、社会で発揮していただきたい、生涯現役社会、単なるスローガンはもう入れません。それを現実のものにしていこうではありませんか。一億総活躍の最も根底的な課題は、人口減少問題に立ち向かうこと、50年後も人口1億人を維持することであります。長年放置されてきたこの課題への挑戦をスタートします。希望出生率 1.8 の実現を目指します。一人でも多くの若者たちの結婚や出産の希望を叶えてあげたい。所得の低い若者たちには、新婚生活への経済的支援を行います。不妊治療への支援を拡充します。産前・産後期間の年金保険料を免除し、出産の負担を軽減します。妊娠から出産、子育てまで、さまざまな不安の相談に応じる、子育て世代包括支援センターを全国に展開してまいります。仕事をしながら子育てできる、そういう社会にしなければなりません。病児保育の充実など、子ども・子育て支援を強化します。目標を上積みし、平成29年度末までに、合計で50万人分の保育の受け皿を整備してまいります。返還免除型の奨学金の拡充、再就職準備金などの支援を行い、9万人の保育士を確保します。待機児童ゼロを必ず実現してまいります。大家族による支え合いを応援します。二世帯住宅の建設を支援します。UR の賃貸住宅では、近況割を 5% から 20% へと拡大します。新しい住生活基本計画を策定し、3世代の同居や近居に対する支援に本格的に取り組んでまいります。子どもたちの未来が家庭の経済事情によって左右されるようなことがあってはなりません。一人親家庭への支援を拡充します。所得の低い世帯には、児童扶養手当の加算を倍増し、第2子は月1万円、第3子以降は月6000円を支給します。幼児教育無償化の実現に一歩一歩進んでまいります。所得の低い世帯については、兄弟姉妹の年齢に関係なく、第2子は半額、第3子以降は無償にします。高校生への奨学給付金を拡充します。本年採用する大学進学予定者から、卒業後の所得に応じて、返還額が変わる新たな奨学金制度がスタートします。希望すれば、誰もが高校にも専修学校、大学にも進学できる環境を整えます。いじめや発達障害など、さまざまな事情で不登校となっている子どもたちも、自信を持って学んでいける環境を整えます。フリースクールの子どもたちへの支援に初めて踏み込みます。子どもたち一人一人の個性を大切にする教育再生を進めてまいります。日本の未来、それは子どもたちであります。子どもたちの誰もが頑張れば大きな夢を紡いでいくことができる、そうした社会を皆さん共に作り上げていこうではありませんか。
3年間のアベノミクスは大きな果実を生み出しました。名目 GDP は28兆円増えました。国民総所得は40兆円近く増加し、政権交代選挙で国民の皆様にお約束した失われた国民総所得50兆円の奪還は本年実現する見込みであります。来年度予算の税収は15兆円増えています。社会保障をはじめとする歳出の伸びを抑制し、その時財政収支の赤字は政権交代前の半分以下10兆円余りにまで減りました。経済再生なくして財政再建なし、2020年度の財政健全化目標を堅持します。行政改革も不断に進めてまいります。来年4月の消費税率引き上げでは、酒類と外食を除くすべての品種食品について 10% に引き上げることなく 8% に軽減し、日々の生活で幅広い消費者の皆さんに負担軽減を実感していただけるよう準備を進めます。企業収益は過去最高となりました。中小企業の倒産は政権交代前と比べて2割減り、一昨年24年ぶりに1万件を下回りました。昨年はさらに1割近く減少しています。雇用は110万人以上増え、正社員も増加に転じました。正社員の有効求人倍率は政権交代前より5割上昇し、統計開始以来最高の水準です。昨年は17年ぶりの高い賃上げも実現しました。強い経済、成長の果実なくして分配を続けることはできません。成長と分配の好循環を作り上げてまいります。介護離職ゼロ、希望出生率 1.8 という2つの的を射抜くためにも、またその安定的な基盤の上に戦後最大の GDP600 兆円というもう一つの的を掲げ、新しい3本の矢を放ちます。この春も企業収益の拡大を賃金の上昇へとつなげる、昨年を上回る賃上げを目指すことで政府と経済界の認識が一致しました。原材料コストの価格への転嫁など、下請け企業の取引条件の改善に官民で取り組みながら、最低賃金についても1000円を目指し、年率 3% を目途に引き上げます。昨年の7月、8月、9月、企業の設備投資は1年前と比べ、11% 以上伸びました。3年後にはさらに10兆円上積みできる、そう認識で経済界と一致いたしました。法人実効税率を来年度から一気に 20% 台へと引き下げ、国際的に遜色のない水準へと法人税改革を断行します。中小小規模事業者には固定資産税の大胆な減税を行い、投資収益率を高め、国内の設備投資を後押しします。経済の好循環によって内需を押し上げてまいります。日本がこれからも力強く成長を続ける、その成否はイノベーションにかかっています。50年間で56億人を輸送し、死亡事故ゼロ、年間12万本を運行し、遅れは1分以内、新幹線技術は日本が誇るイノベーションであります。トップセールスが実を結び、インドでその採用が決まりました。エネルギー、都市開発、日本には質の高いインフラがあります。 JPEC に新環状を創設し、世界へと売り込んでまいります。地球温暖化対策は新しいイノベーションを生み出すチャンスです。主要排出国を含むすべての国が参加するパリ協定を歓迎します。温室効果ガスの排出量を2030年度までに2013年度比で 26% 削減するとの目標のもと、
省エネルギーと再生可能エネルギーの大胆な技術革新、最大限の導入を進めてまいります。15年間で次世代自動車の販売を新車全体の7割にまで引き下げ、失礼、7割にまで引き上げ、自動車市場の姿を一変させます。人工知能、ロボット、IoT、宇宙など次世代を切り開く挑戦的な研究を支援し、大胆な規制改革によって新しい可能性を開花させてまいります。国産資源であるメタンハイドレートの商用化を目指し、調査開発を進めます。筋肉が衰える難病、その皆さんが自分の足で歩くことができる夢のロボットスーツの技術は筑波大学で誕生しました。企業の協力を得て製品開発に成功、海外の企業とも連携し欧州に展開する製品となりました。国内外の研究機関、大学企業のオープンな連携からダイナミックなイノベーションが生まれる、あらゆる壁を取り払ってまいります。新しい科学技術基本計画の最大のテーマはオープンイノベーション。研究開発法人には世界中から超一流の研究者を集めます。大学では国内外の優秀な人材を集めて経営を革新し、積極的な産学連携など攻めの経営を促します。日本を世界で最もイノベーションに適した国としていく、その決意であります。さて、この3年間で63の国と地域を訪問し、首脳会談は400回を超えました。地域を大きく俯瞰しながら積極的な平和外交、経済外交を展開する、そしてアジアから環太平洋地域に及ぶこの地域の平和と繁栄を確固たるものにしていく。日本こそがその牽引役であり、私たちはその大きな責任を果たしていかなければなりません。そのことが我が国自身の平和を守り、さらなる繁栄を築く道であります。そう確信しております。自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有する国々ととの連携を一層深めます。 ASEAN、豪州、インド、欧州とはこれまでも戦略的なパートナーとしてその絆を深めてきました。この協力関係をより広く、より深く強化してまいります。韓国とは昨年末、慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決を確認し、長年の懸案に終止符を打ちました。戦略的利益を共有する最も重要な隣国として、新しい時代の協力関係を築き、東アジアの平和と繁栄を確かなものとしてまいります。中国の平和的な台頭は日本にとっても世界にとっても大きなチャンスです。戦略的互恵関係の原則のもと、関係改善の流れを一層強化します。地域の平和と繁栄に大きな責任を持つ日中両国が、大局的な観点から安定的に友好関係を発展させることで、国際社会の期待に応えてまいります。ロシアとは世界が直面するさまざまな課題に共に立ち向かう関係を築きたい。ウクライナ情勢については G7 の連帯を重視しつつ対処いたします。領土問題の解決、平和条約の締結に向けて、経済、エネルギー、文化など幅広い分野で関係強化を一歩一歩進めます。あらゆる機会を見せて対話を重ねてまいります。こうした外交を展開するその基軸は日米同盟であります。普遍的な価値で結ばれた日米同盟、世界第1位と第3位の経済大国による日米同盟は、世界の平和と繁栄のため共に行動する希望の同盟であります。貧困、感染症、気候変動、人間の安全保障に関わるあらゆる課題に米国と力を合わせて立ち向かってまいります。その強い信頼関係のもとに抑止力を維持しながら、沖縄の
基地負担の軽減に全力で取り組みます。西普天間住宅地区は昨年返還が実現し、病院の建設が決まりました。アクセス道路の設置も日米で合意し、前進を続けています。オスプレイの定期整備は千葉木更津駐屯地で行います。普天間飛行場や牧港補給地区の一部の返還前倒しも決まりました。一歩一歩確実に結果を出しながら負担軽減を進めています。学校や住宅に囲まれ、市街地の真ん中にある普天間飛行場の全面返還を日米で合意してから20年、もはや先送りは許されません。名護市辺野古沖への移設による埋め立て面積は現在の普天間の3分の1以下に縮小します。普天間が有する3つの機能のうち2つは本土に移転し、オスプレイの運用機能だけに変えられます。日常の飛行経路も海上へ変更され、騒音対策が必要な住宅はゼロになります。沖縄の皆さんと対話を重ね、理解を得る努力を粘り強く続けながら、明日の沖縄を共に切り開いてまいります。ネパールを襲った死傷者2万5000人を超える巨大地震、自衛隊は直ちに現地に展開し、不眠不休で医療援助に当たりました。部隊が撤収する際、子どもの手を引いた一人のお母さんが隊員に近寄り網をプレゼントしてくれました。食料が不足する現地で、それは心からの感謝の気持ちがこもった雨でありました。震災でご主人と家を失ったその女性は、隊員の手を握りながら、ありがとう、ありがとう、何度も繰り返していたそうであります。世界のため、黙々と汗を流す自衛隊の姿を世界が称賛し、感謝し、そして頼りにしています。その自衛隊が積極的平和主義の旗の下、これまで以上に国際平和に力を尽くす平和安全法制は世界から支持され、高く評価されています。戦争法案などという批判は全く根拠のないレッテリ派であったと、その証であります。先般北朝鮮が核実験を強行したことは断じて容認できません。強く非難します。安保理決議への明確な違反であり、国際社会と連携して断固たる対応を取ってまいります。対話と圧力、行動対行動の原則を貫きながら、拉致問題の解決に全力を尽くします。拉致、核、ミサイルの諸懸案の包括的な解決に向けて具体的な行動を取るよう北朝鮮に強く求めます。もはやどの国も一国だけで自国の安全を守ることはできない時代です。自国防衛のための集団的自衛権の一部行使容認を含め、決めのない対応を可能とし、抑止力を高める、平和安全法制の施行に向けて万全の準備を進めます。国民の命と平和な暮らしを守り抜くという政府の最も重い責任をしっかりと果たしてまいります。本年から日本は安全保障理事会の非常任理事国の重責を担います。国連改革を推し進め、世界の平和と安定にしっかりと責任を果たしてまいります。本年は伊勢志摩サミットに世界のリーダーたちを招きます。アフリカの首脳たちが一堂に会するティガッドも開催します。女性が輝く世界に向けた国際女性会議も3年目、日中韓サミットも日本が議長国を務めます。日本がまさに
世界の中心で輝く一年となります。日本が世界に誇る文化芸術の魅力を発信する、そのソフトパワーを生かし積極的な文化外交を展開してまいります。これまでの国を挙げた努力が実を結び、世界津波の日が国連総会において全会一致で採択されました。世界の防災に日本の教訓を生かしてまいります。中東地域での緊張感が増しています。チベットの当事者の自制を求め、その対話を促してまいります。欧州には大量の難民が流入しています。その根本的な解決に向けて、保健医療での協力、経済支援を進め、大きな責任を果たします。国際社会とともにテロとの戦いを進めます。水際対策の強化など、国内のテロ対策、危機管理を強化し、安全の確保に万全を期してまいります。より良い未来、より良い世界を築く国際社会の挑戦に終わりはありません。そうした世界の中で、日本はしっかりとリーダーシップを発揮してまいります。ラグビー日本チームの世界への挑戦、あの歴史的な勝利は私たち日本人に大きな自信と勇気を与えてくれました。日本で開催されるラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピックの成功に全力を尽くします。継続こそ力、3年間の内政外交の実績の上に、今後もぶれることなくこの道をまっすぐに進んでいきます。困難な課題にも真正面から挑戦し、結果を出してまいります。挑戦、日本で初めての孤児院を設立した石井十二は、児童福祉への挑戦に一心を捧げました。たくさんの子どもたちを立派に育て上げ、社会へと送り出しました。孤児がいれば救済する、天災のたびに子どもの数は増えていきました。食べ物が底をつき、何度も困窮しました。コロナが流行し、自らも生死の境をさまよいました。しかし、いかなる困難に直面しても決して諦めなかった。強い信念で児童福祉への挑戦を続けました。なすよ屈する中で、時重なればそのこと必ずならん。安倍内閣は諦めません。目標に向かって諦めずに進んでいきます。一億総活躍の未来を開く、日本と世界の持続的な成長軌道を描く、世界で安定したより良い世界を、平和で安定したより良い世界を築く、安倍内閣は挑戦を続けてまいります。皆さん共に挑戦しようではありません。そして結果を出していこうではありません。それが私たち国会議員に課せられた使命であります。ただ反対と唱える、政策の違いを棚上げする、それでは国民への責任は果たせません。経済の舵取りをどうするのか、国民の命と平和の暮らしをどのようにして守るのか、互いの政策を明らかにして建設的な論戦を行おうではありませんか。民主主義の土俵である選挙制度の改革、国の形を決める憲法改正、国民から負荷を受けた私たち国会議員は、正々堂々と議論し、逃げることなく答えを出して、その責任を果たしていこうではありませんか。ご清聴ありがとうございました。